そうだけど。おはこん。おはこんばんは。It's Sego and Ben。で、今日はもう本当に、まあ、この自粛期間がね、うん、長すぎて、うん、もうね、撮る動画とかね、もうネタがなくなっちゃった。から、はい、一日じゃあ寝てる様子を見てください。はい、寝まーす。これ10分間寝まーす。ってぐらい、でも本当にもう、自分たちほら、外の動画が結構昔多かったじゃん。ピクニック行ったりさ、うんね、この時期特に、うん、だからそういうのが撮れないからやっぱ家でもうずっと動画撮ってるから、うん、もうね何したらいいかなと思って、うん、だから今日はなんだろうもうねやることない名前がつかないそうつかない名前がつかないそうだからまあ土曜日適当に撮りますそう一日の様子適当に撮りますので、うん、まあこんな感じで土曜日過ごしてんだなって思ってもらえたら嬉しいですでも何回も土曜日過ごしてるからそうね土曜日入れなくていいよ。ただとある日ちょっとそれもやった。休日全部やった。やった。ただ普通のなんか今日の様子っていい。そう今日の様子をお届けします。10度切ってるかもね。今日は風も強いし。うん。3度だって。3度。3度です今。嘘。もうやだ。この間まではね。18、19とかさ。20超えてたじゃん、うん、1回。はい、じゃあ、最後がお風呂入って俺が先じゃんけんタイムはないじゃあ俺まあいいよまあでも待って俺が負けた方がどれをやるだって俺ご飯も炊きたくないけどああ。じゃあ俺がお風呂入るご飯ね、ブレン本当にご飯炊くのそうなんだよ OK じゃあ俺がご飯炊いて、うん、朝ご飯、うん、作るかわかった。はーい。いってらっしゃい。お風呂。先に行こう。行って。はい。Excuse me? ん？何？すいませんが、はい。早くお風呂に入っていただけないでしょうか。今ですか、うん、あ今はちょっとゆっくりしてます。これだけで動画終わっちゃう。これだけで10分いっちゃう。以上もうこれここに来るのなしだから封鎖ただいま水を作っておりますそのわけはブレンさんがこんないっぱい水を飲むからですこれは何リットルでしょうか 2.2 2.2 リットルこれは一日にブレンが必要なお水だそうですブレンが人間がそうだからこれをブレンはちゃんと最近毎日飲んでますそうだよ、ね、あとは今朝ごはんを作ってて何を作ってるでしょうか前のね動画でもちょっと紹介したけどあの今回は鮭のホイル焼きの味噌バージョン味噌バターホイル焼きうまくいくかわからないですけど楽しみでーすお腹すいたはいブレンはお風呂入っても綺麗になっちゃったけど俺はそうまだまだ味噌汁も飲みましょうはいじゃあテーブル片してくれはいおい開けてくださいこちらもはいおいしそうじゃないかいっぱい野菜入れたしかも玉ねぎ今回ちゃんと入れた、うん、でもうちょっと玉ねぎね薄く切るべきだったすごいね乗せてる紅鮭食べますかお入れなさいませはいいただきますいただきますありがとうねはいいただきますいただきますなんでパラッとそう甘いかも、もしかしたらこんな感じなんだ、うん、俺の場合はもうちょっと砂糖が少なくてもいいかも、うん、でも美味しいよまあ美味しいね、うん
おいしょおっいた。ワンちゃんがいた。朝ごはん終わりの散歩。でも帰る。寒いから。寒い。今日3度だから帰る。はい。買い物には行ってきていい。ません。もう最悪よ。で今日朝ごはん食べて。買い物本当に行こうと思ってたのに、そう、まさかの車のエンジンがつきません。そう、初めてってか2回目だけど、うん、ね。だからこれから 業者が来てくれるけど、だからそれ見てもらって、もし行けるなら買い物行って、うん、って感じかな。でさっき散歩もねトライしたんだけど、うん、無理。外が3度とか普通に、ね、風がない時はいいんだけど、風が吹くとすごい寒いから、うん、無理でしたね、残念。もうもうねえ、普通になってほしいんだけど普通にお散歩したいんだけど。寒すぎて二人ともマフラーしてる。変だね。まあ寝がなかったね、帰ってきた。やっぱ首の周りにちょっとあるのは安心する。あったかいし。安心。好き。うまっ。うまうまっ。うまうまっ。ほら。あ。お、来た。みんなにマリの顔を見せる。マリ、is that okay to go in a video?Yeah, whatever. 優しい。のんちゃんミッキーいます。います。います。ブレンさんはいない。いた。いた。そんな感じでズームで話してます。ブレンちゃん。はい。フェイスタイム終わった。だから、うん、ご飯作る準備俺しようかな。ブブー。なんで？お昼寝タイムだから。お昼寝っつってももう6時ですけど。お夕寝タイム。お夕寝タイムはないよ今日は。今日だってどこも行ってないから体力あるでしょ。ブエはそれかお昼寝してる？ちょっと。ね。こっち向いて。やだ。目だけじゃ。うん、目見えないよ。ああ、ちょっと暗い目が。しょうがないよ。なるほど。Sweet dream。やすみ。ん？せーご。着なきゃ。やだ。起きてくださいな。ああ。うん。起きて。じゃあこれからお夕ご飯を作っていきたいと思います。よく寝ちゃったから髪の毛が。今日作るのはこれ、手羽元とコカ・コーラ。知ってる人もいるかと思うんですけど、なんとこれ手羽先をコーラで煮ると美味しいっていう情報を得たので、今日はこれをやっていこうかなと思ってます。
今日買い物行けなかったからこれしかない。そう、サラダとかなんもないね。サラダない、残念ね。まあでもそこまでお腹空いてない。そうね、お昼だってね、カレー食べたし、うん、美味しそう。なにこれ、食べてみてごらん。できますし、よかったんじゃ。ただまだ食べてない。いただきます。うん、何これ、美味しいけど。何を使ったでしょう。醤油入ってるよ。うん、美味しい。これレシピ聞いた時驚いたけど、うん、醤油とコーラあ、だからコーラあったのか、うん、なんか、あ、美味しいよ。コーラ煮だって。うーん、コーラ煮。でもあれもそうだよね、プルコギ。あ、そうなんだ。聞いたことあるよ、なんかコーラ使ってるって。うん、美味しいね。うん、ほら、もうコーラに砂糖がいろいろ入ってるから。そうだね、思う。でもなんか鍋にコーラ入れるの変な感じだった。でも美味しいね、うん、全然言われなかったら知らなかった、分かんなかったかも。それ今日はなんだかんだ結局食べ物だけの動画になっちゃったね。確かにこの光景2回目だよね朝に引き続き。だって行けなかったもんね。まあ車はなんとか、うん、車は直ったはず、うん、まあ買い物は明日かな、ブレンちゃんが。うん、ね、俺は家に、家じゃない、朝仕事だよ、一日。何か届いてあるんじゃん。それ誰の。これはブレちゃんの。ブレちゃんの、ブレちゃんのウーロンミルクカップで、せいちゃんの、せいちゃんのはライチグリーンティー。ライチグリーンティー、なんかカップが2つね、これ。ほんと、はい、あざす。俺これ開けるのすごい苦手なんだよね。ね、でもできたじゃん。できた、簡単。乾杯。うん、ピーチティー、ライチティー、ライチティー。これも美味しい、ウロン。甘くないから美味しい。うん、これも美味しい、さっぱりしてる。はいはい、じゃあ今日の動画はこんな感じになります。はい、朝の何時、朝の9時ぐらいから夜の9時まで。お、12時間ちょうど。9時15分今、うん、までね、撮りましたね。うん、撮りましたねあんまり何もしてないけど。そうだね、今日いろいろ予定立てたんだけど、まあいろいろ変更して、今日は車のことストレスだったからご褒美にこれを買って、うん、本当にブレーンはちょっとストレスだった ね。はい、じゃあこの動画面白いと思ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。あとはコメントを残してください。はい、あとは私たちの新しいグッズも出てるので、そちらの方もチェックしてみてください。概要欄にそのグッズとブログなどのリンクがあります、うん、お願いします。で、今日作ったあのコーラ、うん、とか、あとはその鮭のホイル味噌焼きの方はレシピ下の概要欄に載っけとくので、気になる方はぜひ作ってみてください。はい、いつも作ってみたってコメント嬉しいです。ありがとうございます。そうだよね、嬉しいね、うん、嬉しい嬉しいまあクックパッドのおかげだけどじゃあ、うん、じゃあまたみんな次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Stay safe Stay safe